この通話は迷惑電話防止のために録音されます。迷惑電話にご注意ください。迷惑電話にご注意ください。はい、もしもし。もしもし、おじいちゃん、電話機変えたん？知らん声したけ間違ったと思ったわ。防犯機能付きの電話にしたんじゃ。自動で防犯のメッセージを流したり通話を録音したりできるんじゃ。へえ、自動でやってくれるんならええやん。特殊詐欺の6割は家の固定電話に犯人が電話してくるのがきっかけなんじゃ。特殊詐欺、今兵庫県内で被害がめっちゃ増えとるらしいから、電話に防犯機能をつけることはええことやな。だからや、今こういう防犯機能がついた電話機を買うとき1万円までの補助金がもらえるんじゃ。へえ、1万円だったら実質おじいちゃんの負担は0円になったんじゃん。そうや、0円や。申請書は市役所に出したらできんのじゃ。矢部市では65歳以上の人を対象に電話機を購入するための補助事業をしています。防犯機能付きの電話機を買う場合は1万円を補助しています。申請についてわからないときは市役所市民課にお問い合わせください。不審な電話があったら110番。1月10日は110番の日。緊急時正しく使おう110番。